こういう山。落ち着きなさい、ちょっと。ナイス。いや、私最初その会った時の話を聞いてさ、はいはい、思い出したけど、ものすごく薄着だったのよ。自分ミポリンが、ミポリンだよ。そう、あ、ちなみにミポリンってあの松岡くんが呼んでるそうで、私も松岡さん、はい、ミポリンと、はい、はい、そうで、ミポリンが最初会った時に、あ、アイムにすごく美女が入ったと思って、はい、私は結構ドキヤメフラだと誰かですか。ヤメフラの中だったら変わったりした、そのそれこそ最初のイメージとかさ。実は、うん、ずっと、うん、あの声がついてからも、うん、原作の時からも、うん、ニコルが好きでだったんですけど、だったんですが、おっとちょっと詳しいことは言えないんですけど、2期でその意思が揺らぎました。なに、はい、ということは、なんかいろいろなこう、ま、気持ちの変化が生まれるような、そうだったストーリーになってるってことだね、2期はね。そう、それをその吉継さんと辰井さんの前で白状させられて、うん、お前どうなんだ、誰が好きなんだって。やば。そしたら、私吉継さんとラジオやってるんですけど、ね、温泉さんで、うんうん、あ、じゃあミポリンはもう卒業かなって言われちゃった。吉継嫉妬しとるやん、もう。嫉妬ですね。でもやっぱり、ね、ニコル様とね、ちょっともう一方の間で揺れちゃったんですよね。うわー、そうなの。そうなんです、でもね、はい、どの人かなって私の中で頭の中で描いたけど、聞いていいんですか。あ、私、あ、私が、その子、私、その、え、誰だろう。おおお、わかりました。ちょっと今ジェスチャーしました。おお、伝わったわ。あの、最高。いや、わかるよ。いや、もうなんかずるい、マジで。設定がずるいし、声もずるいし。声ずるい、ずるいですよね。声がずるい、あれはちょっと。あ、わかるな、ね、そうね。ニコルさんは多分引き止めてもくんないし。そうなのよ、喋ってもっとって思う、ね、なんだ、そうだよ。じゃあ、そう、松岡君に言っとこう、もっと喋ってって。確かに、アドリブいっぱい。されるかもしれないけど、勝手じゃかもしれないけど、収録でいっぱい喋ってちょっと言ってま、うん、言ってみます。どうしよう、どうしよう、うん、私が神です。